何何もう魚魚が来てほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ春の月7日目、今日も張り切って岩を壊していこう。あと1個でかいやつ壊したら終わりぐらいかな。えい、えい、体力。ああもうダメだ。ああもうダメだ。まあでもあと、どれぐらい、あと1日でも無理かな。とりあえず、1255か、微妙やね。カバン見に行ってみよっか。あ、でもまだ開いてないか。ちょっとまだ行ってない場所とかに。あー、かわいいな、おばあちゃん。おや、のび太ちゃん。早起きね。えらいわ。ありがとう。とりあえず、チックさんの家開いてない。開いてない。あ、開いてる。ニワトリやコケッコハウス。しかし誰もいない。この時間にうろうろしても、そうそうみんな起きてなかったり、まだなんかいろいろしよったりするんかな。あ、こっちか。一回来たところ。とりあえず拾えるもの拾って。化石あるよ、大きな化石。やばくない？え、これは？調べる、調べれる。ここも昔は海だったのかな？調べたけど別に特に、うすげえな。おっきな骨。え、やばくない？かっこいい。採掘場方面。お？よう！お、のび太来たのか。やあ、のび太くん。あれ？ドラえもんまでどうしたの？実は。スミックさんとブラスさんに採掘場について教えてもらっていたんだよ。採掘場？ここでは石とか宝石を取ることができるんだって。採掘場やったらめっちゃお金稼げるんじゃない？でも、のび太はツルハシ持ってないんじゃないか？ちょうだい。ツルハシ？俺のお振りでよかったら後でやるよ。やったー。なんだなんだ、ブラス。お前お兄ちゃんぶりやがって。ぶってねえよ。採掘場の説明しようか。お願いします。お願い。説明してほしいな。それじゃあ、僕が説明するよ。マジで？ありがとう。これはね、説明するね。さっきのツルハシでここの地面を壊せるんだ。地面を壊すのか。よし、こんな風にな。うわあ、ねえ、壊したらどうなるの？石とか宝石とかが手に入るぜ。でもね、残念ながらそのツルハシでは壊せない地面もあるんだって、見た目で判断できんのかな。実は黒い色の地面は硬くて壊せないんだって。これから、それから壊すとたまに出てくるロープを降りていくと、もう一つ下の階があって、そこにはもっと硬い地面があって、どんどん壊しにくくなるらしいよ。下か。実は、俺も一番下までは行ったことがないんだ。私、コロボックルステーションのやつで、めっちゃ採掘場をさ、奥へ、てか下へ、掘り進めていって、ダイヤモンドとか出しよった。え、そうなの？毎日掘った場所が復活しちゃうからな。ああ、なるほどね。体力のいる仕事だよ。そっか。大変そう。でも一番下に何があるのかワクワクするね。するだろう。楽しみ。頑張れ。それじゃあ、のび太くんも頑張ってね。ツルハシ用意して待ってるから、ちゃんと来いよ。ちゃんと来い？仕事みたいな感じになったの？おらんやん。おらんやん。ツルハシなくね？あ、なに？毎日、あれってこと？渡してくれてその場で使うってこと？なるほどね。こっちは何やっけ？あ、つくしいっぱい生えとる。取ってこーっと。いい感じ。ザーザー滝壺。この辺でも魚が釣れそうな感じやね。そろそろ店開くかな。12時ぐらいからかな。
ヒュルルン山。あ、キノコ、シイタケ。シイタケ。なんか一瞬すげえ早くなったけど。あ、こっちは木こりの森。ジャイアンがおるとこやね。タケノコとかこういうのは何日かに一回復活するって感じなのかな。とりあえず今日もいっぱい拾ったから、これを出荷していこうと思います、私。自分のところで何も作ってないやないかいって感じやけど、まあまだまだ、まだまだちょできる状態じゃないので、しいたけ、出荷、つくし出荷、たけのこ出荷。今日いい感じなんじゃない多分。待って、とりあえずこっちに、はい、素材も入れておこう。さあ、これでそろそろ店が開いたんじゃないかと思うんだけど、どうでしょうか。あ、どうも。さあ、行こう行こう。お店、お店。雑貨屋ニックナック。あら、のび太さんごきげんよう。ん、買い物？いらっしゃい、のび太くん。すっかり春ね。お買い物はまだできないんでしょうか。ねえねえ。お買い物はいつから？お客さんもう入っとるやん。待って。どれだ？15時から？マジで？ 15 時？ちょ、何回でもびっくりするけど、15時？マジで？だいぶ長いね。ちょっとというか、だいぶびっくりしたよ、私は。釣りでもして待ち寄ろっか。15時？ほんと何回でもびっくりするけど。15時オープンって、休みすぎじゃない？どうしたのみんな？夜行性なの？なんでそんな遅いの？こっちか。カジキでも釣りますか。一回も釣ったことないけど。頑張って釣ろうと思います、私。じゃ、蒔絵が欲しい、蒔絵が。あ、ご飯中ごめんね。春の日は釣りに決まってるわ。のび太も釣りしよう。うん、釣りしようと思ったの。もういいよ。今日もこのまま釣るよ。さあ、でかいの来い。来い、来い、来い。何今。よし！え？なんも影見えんかったけど。なにこれ、なにこれ。肥料？なんか肥料釣り上げたんですけど、そんなことがあるの。肥料の時にはちゃんと魚影が出んのやね。飛び盛りとかやとさ、長靴だろうがタイヤだろうが魚影が出たんやけど。びっくりしたー、なんか。よし！次も？また？なになにもう。魚が来て。魚が来てください。そんな連続で魚じゃないものが釣れるとかあります？ちょ、はよはよ。魚影。魚影カモン。もしかして今のも釣れる回数みたいなのにカウントされる？つら。回数があるんかどうかわからんけど、つら。あ、来た。結構デカめ。タコじゃありませんように。よし！どう？タコだー。いやー、もうなんかサイズでタコってわかるようになってきたな。カジキってどれぐらいなんやろ？もっとでかいんかな。とりあえず、出荷してこよう。出荷してこよう。くっそー。遊んでんの？お散歩したくなる季節じゃない？うんうん。おう、これだろ？ほら。あ、 ありがとう、ボロのツルハシ。もらったわ。なんであの場でくれなかったの？あ、もしかして荷物がいっぱいあったってことかな、私が。そういうことか、ありがとう。きっちりもらえたわ。さあ、それじゃあ、今持ってるやつを出荷して。タコ。
タコ出荷して、あと、ま、肥料手に入ったのはいいけどね、買わずに肥料を、で木材、そんなもんかな。あとちょっとで雑貨屋さんが、いやでもまだ結構かかるか。採掘場に行きたい、採掘場に。採掘場に行ってツルハシが使いたい。体力大丈夫かな。おーっと、危険だぞ。でも体力今20やって、昼寝をしたらどうなる。17時1時間やけんダメってことなんかな。でこれで起きて、あ、でも20回復したやん。いい感じ、いい感じ。ちょ、鉱石取りに行こう。絶対魚とか、植物とか、そんなのよりも、いいはずやけん。ボロのツルハシ。えい！は、どういう感じで出てくるの？おっと、びっくりした。そういう感じね。なるほどね。ほうほう。今のところ石材しか出てないけど。石材だらけやな。この貝、お、銅鉱石拾った、やった。この貝は銅だけかな。お、ガラクタ。何かに使えそうかな。ガラクタとか修理してくれるとこあるんかな。あ、とりあえず、そう、カバンを買いに行きたいんだ、私。どっちや、こっちか。カバンを買いに行きたいです、私。一応、雑貨屋さんが、2時間前に開いたであろうから、私がお昼寝をしている間に。あ、300ゴールド入った。やったやん。ちょっと待って、ここはニワトリやポケッコハウス。ちょっと待って、早く雑貨屋へ。てかみんな暗くなってから活動しすぎやろ。はい、自然タウン東。もしかして営業時間めちゃくちゃ短いとかじゃないよね。どうも。いらっしゃい。お買い物しに来たの？そう。うわ、高っ、めっちゃ高いやん。虫編みすらも無理。大きなカバン6000ゴールドいるんやん。うわー、早く欲しい。虫編みも2000いるし。くっそー、どんだけだよ。つらい、押さないで。押さないで。くっそー、なんてこったい。あったかくなってきたわね。のび太くんもそう思うでしょ。うんうん。ああ、のび太くんか。それだけ？それだけですか、感想。さあ、とりあえず鉱石が取れたけん、いつもよりも売り上げが良くなるはず。銅鉱石。ガラクタも入れておいていいんかな？なんか、修理とか、どっかでしてくれたら使えるとか、そういうのないんかな？石材。基本的に石材ばっかりやったな。つら。とりあえずまた体力がちょっと回復したから、ハンマーで石を壊しておこう。ちょっとだけでもね。次の日の仕事を減らして、今、雑草。ちょ、待って、この雑草をどうしたら、こっちか。開いて、捨てる。あ、違う。捨てる。はい。んーと、ハンマー。えい！えい！砕いていきまーす。えい！えい！だいぶお金がいるということが分かったな。鉱石でガッツガッツお金を貯めていくしかないね。頑張ろう。さ、ということで。はい。これ座れるんかな？あ、座れるやん、ちゃんと。すげえ。感動。ちょっとした感動。で、ここは外と一緒なんよね。うん。ほい。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に
再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、これで鉱石で採掘場で鉱石を掘ることもできるようになったけん、だいぶお金稼ぎが楽になったんじゃないかなと。次回も頑張ろう。